さ、かっこいい工場もらえっかな。かっこいい工場欲しいよ。悪しきものを振る術式使い、無加減ジュースでサンダーも何のそのだ。未来の特急術師がサーキットを固有結界で食らい尽くす。僕最強だから北見優勢。かっこいいじゃないこれ。以上で家が独走。行ったことない、行ったことない行ったことない。背負わされた。なんかちょっと今回だいぶギリギリなラインを背負わされた。工場でまあやるしかないか。最強だからね俺が。スパイ学校を卒業したイディオスの情報や甘い雰囲気の裏には何をひさてさて、個性的な入れ替わるのめっちゃかっこいい。おーすごいな。揃っているようでございます。ごちゃごちゃしてる。順番に見ていこう。好きよなみんな。こちらが最後の呪いやりやりお前ら好きだわ。何回出てくるんだよ。まだはね、ここにね、呪術師たちがいますからね。呪術回戦がめちゃめちゃ人気なんだね。ホットなんだ。呪術師の予想で。ね、その肝心の。こっちはね、払われる。泣きたみさんを舐めるな。お前なんでちょっとそっドラゴンボールっぽいんだけど。なんで呪術じゃないんだよ、お前。呪術じゃねえじゃねえか、これ。なんでお前バレてる、バレてる。おるのに。おるのにね、みんな呪術ネタ。やっぱここでドラゴンボール好き出してる。舐められるよ。おるの最後の呪いは今ってるやついるのにさ。最後の呪いはやってるのに。ベジータ様も舐めるなよ。なんでこっちなんだよ。俺が呪術ネタやんないのめっちゃあれだな。最高ですからね。なんかかわいそうじゃん、呪い合い。確かに。じゃあ次見てみましょうか。最高だからな、ドラゴンボールは。絶対安全運転委員会会長、スノーファイトパラダイスイカレク。あー。はい。私は子供を守るために。うわ、奇弁だ、奇弁。おい、な、誰これ誰これ、まあ、これはこれ、お母さん、お母さんが運転する。そうなったらいよいよ、レースだ。お母さんが赤ちゃんになってる。すげえ。すげえ、ひどすぎる。マジでおもろいよな、お前かよ。お前が運転するのかよ。エルママ。さあ、おっと、シェリンが、おっと、これは数々の1位、2位のリザルトが。何、何、何、怖い、怖い、なんだ、これは。ヨッシー使ってますね。おっといつもの。おっとこれはえおええおええええええなんだこれ。リザルト画面で作った絶対優勝イラスト。何これ、すごすぎる。これ一枚一枚が全部リザルトということはですよ、これだけゲームやってるってことですよね。そうだね。こういうのすごいな、なんかな。やばい。この枚数分おそらくマリオカートをやってきてるんじゃないでしょうか。えぐい。すごいよく作ったモザイカード。え、全部。ちょっと待って、全部。全部違う。ちょっとオレンジのところ見たいんだけど。すげえ。え、普通にすごくないこれ。ちゃんとそうだ。うわー。え、どうやってやったの。うわー、えぐい。やば。どこに用力かけと。えぐい。頭おかしなりそう。熱量がパネーわ。もう優勝でいいよ。すげえ。君たちを殺してるよ。大丈夫かな。怖すぎる。この画像の1枚になるってことだね。1位取ってね。そういうことね。怖すぎる。いや、コレクションにしてほしい、うん、ね。さあ、一本ソフィア、おっと、赤コーラにも負けず、緑コーラにも負けず、上手な体を持ち、さあ、もう、ね、頑張る、めっちゃ緊張してるんだけど、マジで。握ったハンドルも破壊。このレースに、バーサーカー注意報を発令します。やっちゃえ、バーサーカー。バチッテストと。怖い。怖くないですよ。全く怖くないですよ。23時のお色気担当、可愛いの呼び声を背負い、今日も紙面で、子供たちのヒーロー、いや、ヒロインだ。ギャグ漫画界からの使者、花畑チャイカ。かわいい。いや違う、かわいいイコールトトリくださいよ、佐々木さん。全大会では2位となったその実力はなぜか3つ。かわいいイコールトトリもください。いや、チャイカさんもかわいいけど、トトリもちょうだいよ。今回も勝利を不意に拾い上げていく。かわいい。超視力と間違えてマリカ極ブリーステータスのバルキュリア。このレース、なんか一瞬トトも考えた、それトトも考えた。最下位予想3位だったらしい。うまっ。栗原さん、うまっ。栗原さんの梅ね、うまっ。わっ、お前らさおい、まだ2人いる。ギャンブラーしかいないなここ。そろってもダメよ。ダメだよ。ダメ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 。ちゃんと6以上入ってください。違う違う違う。そういうゲームじゃないか。全部8位なんだよね。
これ何これ、あの86 の、 あのイニシャル、イニシャル PP、 あ、 あれね、一緒にやったでしょ、ナレーションつけました、ナレーションつけたよね。そう、あの藤原拓海、あのね、豆腐ちょっとね、ちゃんとね、イニシャル D はね、1番は見たよ、峠を攻めてますね。一生にわかが走ってるけど、そしてなんかやかましい人がいます。電流ネタ、うわー、ここ受けた、被弾して落ちちゃった、チェイカさんかわいそう、ドリフトしてくか、任せろって、全然ドリフトしてくって、キラーにもやられて、どうやって作ってるの、すごくない、チェイカさん、どうやって作ってるんだろうね、すごい。使ったら終わったりするポケカのエネルギー、確かに格闘エネルギー、何度だって立ち上がる野球のリトライ、ドリトライだ、打ち切られたからドリトライは。では次のもの、うさんくさい、うさんくさすぎる。魔術をどう使うか全く読めん、うん、それならばスリザリン、あれスリザリン、レイブンスコープ、レイブンあれじゃないんだ、私スリザリンなんだ、私スリザリンなんだ。そっか、スリザリン生として生きていこう、以上の方々に G リーグ戦っていただきます、はい、ということでこんな感じです、カオスなリーグですね。そうですね、前回主催もいらっしゃいます、やばい、うわ、あなたは魔導士に道を譲りたくない、万華鏡したりな、おかしくなっちゃう、目がおかしくなっちゃうよ、頭痛くなるよ、自分だろこれ多分。これミランさんが万華鏡になってんのか、すげえ、どういう技術だ。ミラー万華鏡洗脳で勝とうとするな。バレた、万華鏡戦術をしようと思って、あ、でかー、でかい、うつろで、でかーでかい、でかーやっぱりでかいんだ、食らい尽くそうとしています、地球よりでかいや、ティファール、あー怖い、何が起こっちゃうの。ゲームをここでね、開始していきましょう、はい、はい、制限速度の超過は赤コーラでお仕置きだ、覆面クマライドの取り締まりにご注意ください。国家権力シロリハルリ、国家権力、怖い、従います、めっちゃセンスいい。悲しくも回線落ちにより危険となった情報員が腐らずにリベンジ、嬉しいもんね、未だ実力はシークレットだが、どこまでいけるのか、不死鳥、え、なんだ、なんだ、ちょ待って、え、今なに、今あの、売り子ですからね、どうした、屋根より高い、 あ、これって、これって子供の、怖い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 、どんだけ立ってんだよ、こういうとこに、ずいぶんゴールデンウィークもう終わりますね、あ、そうですね、うん、寂しいけども、なんだ、何これ、すごい、え、どういう技術、これどういう技術、めっちゃ見る、すぎだろ、え、うわ、すごい、すごい、え、何これ、どうやって作ったの、どういう技術、これは、え、すごい、え、作ったの、ちゃんとしてる、ブレンダー、あー、すげー、ビールの売り子ですよね、なぜこの後にこれをつけたのか、やらしさんの紹介を言って分かんなくて、あれができてなんでこれはこうなっちゃう、なんかさあ、私二時三時に入ってから普通の女の子だな私って思うようになって、いやいや、あなたの足なのかこれは、アルスの後のこれ理解の勘違いがあるのってさ、もっといっぱいあるんだな、見たやつ見たくない、例えば何に座ってんのこれ、しかも何やろ、何だろ、何に座って、何の丸なんだ、全然わからへん、あ、やばい、国家権力だ、国家権力だ、これ可愛いね、このイラスト、この動いてるやつ、ポテポテとされてます、ポテポテ、あ、待って、これ連絡してるんじゃない、すぐ通報してる、あ、通報してる、これ雪すごっ、本当だ、雪なんか、それ北海道もこすんげー、どこ走るの、これは知らないふりです、どこ走ったんだこれ、スノーランドとか走りたいのかな、あ、ね、知らないふり、嘘だよね、スノーランドは嫌い、明日 の、 あの準々決勝の組み合わせなんですけども、改めて抽選を行いまして、リーグ分けを行うことになりましたので、うん、早速今から準々決勝のリーグ分けの抽選を行っていきましょう、はい、はい、やってくぞ、ストップ、おー、面白い、するべきだね、強かったですね、うん、ここで新人が来ましたが、うん、はい、では続いて、はい、スタート、ストップ、大きさめ、呪術師、いいですね、いいですね、うん、改めサイヤ人、ではスタート、トップ
はいや、おっと小柳さん、ね、うん、めっちゃ下手じゃなかった、ね、うんうん、全然走れてた、うん、確か2位とかだったよね、名返上でしたね、うまかった、うまかった、次も行きます、スタート、ストップ、ひばちまなさん、喋らん喋っとらんど、うん、芸人魂見せてくれ、はい、じゃ続いていきます、スタート、ストップ、いいなみらいさん、はい、ヒーローがここに来る、なるほどね、やばい、いつ来るんだ、緊張してきた、怖い、いつなんだよ、本当に嫌、本当に嫌、誰と当たるのか分かんないですね、いつじゃあいきましょう、スタート、ストップ、かげつですね、努力家またもや新人さん入ってくるね、ヒーローが、ヒーロー同士の熱い戦いが見れますね、そうですね、では続いていきます、スタート、ストップ、おー、赤木さん、やだやだやだ、セリンと一緒だ、やめてね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 、セリン、セリン、セリン、いけ、セリン、いけ、いくぞ、スタート、セリン、いけ、ストップ、ストップ、ミランさん、はい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 、ミラン君また現実使ってきちゃうかな、やめてくれ、どこまで通用するかな、番外戦術がね、さあ、スタート、ストップ、おー、佐々木ね、さあ、フレッシュだね、ここまで結構、確かにめっちゃフレッシュ、フレッシュな方たちが続いています、大会発散かもね、スタート、はい、ストップ、おー、めっちゃ新しい、ほんとだ、新顔じゃねえかよ、新顔が揃ってます、ほんとだ、以上で抽選が終了になりました、改めて抽選の結果、まあ、こちらですね、はい、こちらになります、はい、各リーグ準決勝に勝ち上がれるのは上位の6名、半分になります、はい、どんどん半分になっていきます、うん、はい、お二人の気になるリーグはありますか、まあやっぱり自分のリーグ気になるんですけど、まあでも A ね、なんか決勝で見たなみたいなメンツがめちゃくちゃいるんで、いやそうだね、自分の方がね、ちょっと地獄っぽい雰囲気ありますね、そうだな、あとベビーパワークがちょっといるから、そうね、そのメンツでスパイスがそうだね、あるから一番読みができない、読めないね、本当に、佐々木さんは、いやうちはでも B も結構ごちゃごちゃしそうだなって、やっぱ結構初出場の人も多くて、で今まで結構戦績ある人もいるから、うん、そこ混ざったら結果どうなるのって感じはするね、そうですよね、だから僕的には C ね、ちょっと決勝常連があまりにもめっちゃいるね C 多いか、これ決勝に行きそうな人が落ちちゃうよ、こんなにいたら、いやガチできつい、ちなみに確かにマジでもう祈るしかねえな、明日は、それでは最後に改めて本戦のお知らせをさせていただきます、明日5月6日月曜16時から本戦である準々決勝、準決勝、決勝を行います、うん、第6回マリカ二次三次杯の王者が決まりますのでお見逃しなく、本当に頑張りましょうね、頑張ろう、頑張ろう、頑張ろうぜ、司会はまた考えましょう、考えましょうね、なんとかなりますので誰かが来てくれると思うよ、来てくれるかな、はい、いいたまそれではまた明日の本戦でお会いしましょう、さようなら、バイバーイ、バイバーイ。